お久しぶりです。お疲れ様です。こんばんは。こんばんは。やあ、やほやほ、こんばんは。お疲れ様です。今日は金曜日。ふう、週末ですね。ログイン、さっきね、実は5時17時半ぐらいにもうショールームしようかなって思ってたんですけど、なんかね、ショールームにログインしなきゃいけなくて、なんかし直さなきゃいけなくなっちゃって、ちょっとできなかったです。やっと会えたね。やっと会えた、嬉しい。はじめまして。髪染めた？染めてない。黒染めしてたのがだんだん落ちてきました。からまた黒にしないと。何時まで？12時までしかできないから、12時まで。結局美容室行けなかったのか。そう、美容室ね、行かなきゃいけなかった、行かなきゃっていうか行きたいなと思ってたんだけど、結局行けずに本日を迎えてしまいました。悲しいです。非常に悲しい。いや、というかね、でもね、今日、おっと、ありがとう。今日ね、美容室行こうと思ってたんだよね、実は。実はね。アラブさん、クマさんのやつ。あれだ、母の日のやつ。ありがとうございます、タワー、クマさん。ありがとう。そう。なんだっけ、何の話。あ、そう、美容室行こうと思ってたんですよ、今日ね。だけど、あの、夕方ね、あの、お仕事あって、集合時間を私は16時50分と勘違いしてたんですよ。ごめん、ありがとう。全部ちょっと最初下から見ます。どこだ、どこだ、え、どこ、見つけられない。あー、あれ、見つけられない。見つけられない。タワー来てるって。どこどこどこ、え、見当たらない。なんで見つけられない。見逃しちゃった。え、あ、あった、あ、見つけた。356竹さん、ありがとう。タワー、ありがとう、ありがとうございます。そうでね、なんだっけ、あ、そう、今日予約してて、で、なんか予約したんだけど、なんかアプリで予約するじゃないですか。予約したら、まあ、所要時間だいたいこれぐらいですよって書いてくれるじゃないですか、アプリって。で、そこに2時間って書いてあったんですよ。で、あ、2時間かかるんだ、 OK、 じゃあ4時50分ぐらいに集合なら、その目安が2時間なら、じゃあ2時に予約していけば、お、間に合うって
思ってたんですよ。そしたらまずあらびっくり、あれ私2時に予約したけど集合時間3時50分じゃないってなって、あ4時集合だってまずなったんですよ。あ3時50分に集合だ、じゃあ行けないじゃんって。予約もしたで、なんならお店まで行ったで、お店の前で入る直前に何時に終わって、じゃあこの電車に乗ろうってあらかじめ決めとこうと思って集合時間ももう一回確認したら3時50って書いてあって、汗、冷や汗みたいな、冷や汗って感じでなって、あちゃーってなりました。でさらにね、そっからね、あじゃあもうちょっと申し訳ないけどちょっとまた別日にお願いしますってことに連絡して、じゃあちょっと時間逆に余っちゃって、なんかもう予定総崩れしちゃったから、じゃあもうご飯食べに行っちゃおうと思って、ご飯を食べに行こうと思ってたんですけど、ご飯まずそこのご飯が行ったら、ご飯がとてつもなく量が大盛りで、なんかわあどうしようと思って、いやでも食べ残したくないしなと思ったから食べて、はあせっかくちょっと痩せようと思って昨日とかめっちゃ我慢したのに、あ今日こんな食べちゃったよっていう気分がちょっと下がり、とっても下がった上でなんかちょっとゆっくり食べてたら、ゆっくり食べてじゃあちょっと食べてスタバでティーラテでも買ってから行こうかなって、なんか余裕ぶってたら、その自分がいた場所から集合場所まで私は15分ぐらいだと思ってたんですけど、なんか徒歩とか合わせたら3、40分ぐらいかかって、やばいどうしようどうしよう、ちょっとスタバなんて買ってる暇ないんだけど、でももう頼んじゃったよ早く来てくんないかな、あわあわあわの状態でいて、急いで走って行ってギリぴったりに着きました。もう本当に災難、もう助けてほしい。でも予定ちゃんといろいろ書いてるしメモにも残してるしちゃんと分かってたんだけど、なんかもう全部が全部なんかちょっとずつずれてて、もう本当に崩れに崩れまくりました。とってもとってもなんかテンションが下がりました。ギリギリで生きてますなはい、もうすごくギリギリに生きてるよでも美容院行く前に切れたのファインプレーじゃない、え優しいね、嬉しい、ファインプレーだったかもしれない。だから明日でも土日に行くと美容室って混んでて人がいっぱいいてなんかちょっと苦手だから、できれば平日に行きたいなって思ってるから、明日も行きたい、明日行けるかもしれないけどちょっとこうかなって感じですね。うん、てかでも美容室結局ちゃんと決めてないな、行ってるとこあるんだけど、なんかそろそろあまた来てくださったんですねって顔されるとなんかちょっとどう話したらいいから分かんなくて、なんか私がなんかもごもごして申し訳ないから
ちょっといつも行ってるとこ行くのはなんか気まずいなって気持ちもありつつ、初めてのところは初めてのところでちょっとどうしようってなるから、どうしよう、なんか初めてのところはまず美容室選ぶのに今日予約したところも本当に2日かかって、2日間ずっとスクロールして、あここかな、いやこっちかなってずっと見た上で決めたんですよ今日もね。にもう2日もかかったの今日決めるのに。でも結局あの私の勘違いのせいで行けず、なんかもうキャンセルしたのになんか行くのちょっと気まずくて、もう今日予約したとこ行けないかもしれない。いやわかんない、違うとこにするかも。なんかどこにしようかな、陰キャじゃないよ、陰キャはねダメだよ、陰キャじゃない。ひなちゃんがね自分で陰キャっていうのはいいけどね。そうなんですよ。でもさ、なんかそもそも要望をね伝えるのも苦手で、なんかどうしようって、この髪をそうですね10センチちょっと5センチまあなんかそんな感じで切ってほしくてしか言えないし、あーそうですねなんかで、なんか勧められたらあ全部お願いしますって言っちゃうから、なんかプラスでしたらあのトリートメントさらにもっと2ランクぐらいグレードアップできるんですけどいかがですかって言われたら、あじゃあお願いしますって言っちゃうから、なんか難しいです美容室は非常に難しい。あはいそうですね、ああそうなんですね、じゃあお願いしようかな、お願いしますって言っちゃうし、ちょっともうちょっと切ってほしいなって思ったりしても、なんかだいたいそれ聞いてくれるのって終わった時ぐらいだからちょっと言いづらいしから、あもうすごいいい感じです、なんかもう思った感じですって言っちゃうから、あそうね、そうわかるわかる、あの髪の毛洗ってる時ねとか話しかけられてもあんまり聞こえないからし、名前ちょっとよくわかんないから、なんかちょっと半分ぐらいふわーしか言えないし、かゆいとこありませんかって言ってもういーみたいなはいはいみたいな、なんかないですねとも言えないし、なんかありますねとも言えないから、大丈夫ですってみたいな、大丈夫ですとはいの間ぐらいのを言う、大丈夫ですって。あとな、隣の人のシャンプーの人の声か自分がやってくれてる人の声か分かんなくて、私に話しかけられてるのか、あの隣の人のシャンプーしてる時に話してるのか分かんなくてなんかもうちょっとよく分かんないし、シャワーしてあのすぐ耳の近くでね髪の毛洗ってくださってるから分かんないから、あんま声もちょっとちゃんと正直なんか聞き取れてるか不安だから、フェイって感じに言っちゃうかな、言っちゃうし、髪切ってる時に世間話されたらめっちゃ喋る、正直多分喋れる、私結構喋れるんですよ。でもなんか共通の趣味とかちょっとあったりするとなんか私
一気にそれはそれで止まってなくて、えなんかすごい一気に喋ってくるんだけどって思われちゃいそうだから、どうしようって思っちゃう。あのアニメの話とかされた、あそうなんですよ、あそこのアニメのあの何話のあのシーンのあのキャラのあの喋ってる時のあの立ち姿がみたいな、急にえすごい饒舌びっくりみたいな、さっきまでもごもごしてたのに急に饒舌なんですけどってなっちゃうから、どうしようってなっちゃう。そうなのと早口だからなんですよ。でなんかもうどうしよう。美容室行きたいのに苦手です。あなんかあね、なんて読むんだろう、ウォルフさん WOLF ウォかな、ウォルフさん、金のクマさんのタワーありがとうございます、嬉しい、ありがとうクマさん、ありがとうございます。そうなんですよ、早く切りたいし髪の毛早くツヤツヤにさせたい、行こう、まだね、まだ美容室行ってすらないからね、行ってないのにこんなに話すことあるから、行ったらいっぱい報告することあるかもしれない。あマッツンさん、もうクマさんのピンクのお花のやつのタワーありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、美容室行ったら報告ショールームします。報告ショールームします、多分ねいっぱいね言うことあるよみんなに。言うね、行ったら暗くするよ、色落ちてきちゃったから、うん、25の握手会までにはする、絶対に黒く、絶対にする。どこの美容室行こうかな、まあ、ちょっとねちゃんとしたねとこ、今行ってるところもね行ってるんですけどね、変えたいのでちょっと次行くところでも心を決めたいと思います。握手会は何話したらいいのかな、何でも話せますよ。へいちゃん話すの得意なんだよね、あの最近握手会ね、あの来てくださってる方は分かるかもしれないんですけど、私最初の時にと比べたらめっちゃ話してる気がする、なんか逆に話したいことあったかもしれないのにちょっと話しちゃったごめんって時ぐらいあるぐらい話してる、これ握手会はね、うん、美容室と全然違う、得意、むしろ握手会の方が得意なんだけどな、美容室苦手だ、テレビ設置してる美容室喋らなくて大丈夫だからおすすめ、テレビ設置してる美容室なんて世界にあるんですか、びっくり、どこにしよう、よく話すイメージ、そうでしょ、そうなんだよ、うん、びっくりしちゃうね、びっくりしちゃう本当に、あと4分だ、なんだっけ、あ、そう、ランキング読みます。
ちょっとやだ、汗13位から読みます。13位、たくまさんありがとうございます。12位、ジロリンさんありがとうございます。11位、ひらばさんありがとうございます。10位、ひなのしんえたいひでさんありがとうございます。9位、ゆたかさんありがとうございます。8位、みさぱぱさんありがとうございます。7位、せきねさんありがとうございます。嬉しい、ありがとう。6位、きゅうさんありがとう、びっくりびっくり。5位、じいまささんありがとう、ありがとうございます。4位、ゆいとさんありがとうございます。3位、356たけさんありがとう、ありがとうございます。変わった、うわ、1位、ナラブさんありがとうございます、間違えた、飛んだ。3位、マッツンさん、タワーもありがとうございます。356さんもありがとう。2位、ウォルフさん、タワーありがとうございました、ありがとう。1位、ナラブさんもタワーありがとうございます。読んでない人読もう、変わっちゃったから。読んだな。橋本直也さん12位になった、ありがとう、ありがとうございます。かな、 OK、 びっくり、ふう。じゃあ明日もね、オンラインお話し会ですよ。美容師の話だけで30分も話しちゃった。あのね、次のシングルの握手会の話しようと思ったのに、やっぱ30分短いですね。また配信します、すぐ。はい、では明日もね、オンラインお話し会なので、私 1,2,3 部なんですけど、皆さん来る方はぜひ一緒に早起きしたりしなかったり待ってますので、またいっぱいお話ししましょうね。ごめん、美容室の話だけで30分も。またねー。どうする、あと10秒ぐらい。あ、明日アズとお揃いです、お洋服。楽しみにしててね、みんな。バイバーイ。1分って長いね、すごい。時間大切にしなきゃ。もしかしてこれ12時59秒までかな。指これさっき朝挟んで